皆さんこんにちは。ネットギアジャパンの公式 YouTube チャンネルです。本日は LAN について誰でも簡単にわかりやすくご紹介します。こちらの動画はあくまで超初心者向けの動画になりますので、なるべくわかりやすい言葉で説明していこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。LAN というのはローカルエリアネットワークと呼ばれておりまして、LAN のそれぞれの頭文字を取って LAN と呼ばれております。これが何かというと、一言で言うと、限定された中でのネットワークのことを言うんですね。例えばお家ですとかオフィスですとかお店とかそういった限られたエリアの中でパソコンとかの機器同士を有線ケーブルとか無線ワイヤレスで接続する、そしてデータのやり取りを行うためのネットワーク通信網のことを言うんですね。 LAN にはですね、有線 LAN と無線 LAN の2種類が大まかに存在します。まず有線 LAN というのは線があると書いて有線なので、有線ケーブルとかをパソコン同士の機器につないで行うネットワークのことを言います。有線なので機器同士がケーブルでつながれた状態で行うもので、セキュリティがこうね上がったりとかするというようなメリットもあったりします。一方で無線 LAN というのは電波を使ったネットワークのことを言います。有線 LAN とは違い、有線 LAN ケーブルを使わないので様々な場所で扱えるっていうのが特徴です。ちなみに Wi-Fi もこの無線 LAN の規格の一つに当たります。詳しくは別の動画でご紹介してます、ぜひ見ていってください。ちなみにこの無線 LAN と有線 LAN の違いっていうのはどちらも LAN なので基本的にできることは同じです。ですが有線 LAN の場合はケーブル同士で機器を接続するので、まあ、場所が限られたりですとか、有線 LAN を接続するための工事ですとか手間とかコストとか時間とかっていったものが必要になってくるケースもありますし、 LAN をつなぐためのポートがない機器ですとそもそも接続することができないっていうような点があります。その分ケーブルで機器同士をつないで通信を行うのでセキュリティに強いといったメリットなどもあります。一方で無線 LAN は有線でつながず無線でつながるので、まあ、場所をとらわれず様々な場所で利用することができますし、無線 LAN 対応機器のものも非常に今多くなってきていますし、設定とかも非常に簡単だったり手間コストなどもあまりかからないというメリットもあります。はい、ということで今回はですね、 LAN について誰でも簡単に分かりやすいような説明でご紹介しました。おさらいすると、 LAN っていうのは限定されたネットワーク通信網のことを言いまして、有線 LAN と無線 LAN っていうのが主にあって、有線は名前のごとく線で機器同士をつなぐと、無線っていうのは電波とかでつなげるっていうことで、まあ、Wi-Fi もその無線 LAN の規格の一つだよっていうことが分かったと思います。このような動画をですね、今後また上げていきますので、もしよろしければいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの生活に役立つ情報をですね上げていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。